125キロ、高山義博。やってきました、高山義博。鈴木みのる。行く先々に嵐を巻き起こします。鈴木みのる、村上和成。総大将の登場です。村上和成。長田裕二。長田裕二 X は長田裕二。しっかりコールされましたね。そうでしたね、はい、マスクはまだつけたまま。え、マスクマンとして戦うんですかね。そうなんでしょうか。はあ、永田コールの中、和田レフィリーがチェックをしましたけれども、マスクにと、あ、今かけて外した。その表情が今はっきりと見て取れます。リング上ゴングが鳴らされた。ダブルメインイベントの第2試合、タッグマッチ30分一本勝負です。永田にドロップキック。返しの蹴りを見せたのは鈴木みのるです。いや、とにかくこのマッチアップになりました。村上、はい、永田組対鈴木、高山。まあ、永田への期待というのはありまして、その通りになりましたね。そうですね、はい、ビッグマウスラウドには2度目の登場になります、はい、あの時は激しい激しい徳島大会でしたねいろいろありましたね。そうでした、はい、そこからタッグ結成となりました。村上永田、リング上は顔面の張り合いから膝ロープに飛んでいくが、共に蹴り合いになったか。バチンバチンという音。背中をつけているのは永田裕二。永田裕二です。まあ、永田君が乗り込んできた限りはね、何かいろんな思いもあるでしょうしね。はい、そうでしょうね。まずこのタッグですね、どんな印象を持ちますか。いやいや、はい、これでまたあのマット界の勢力図がね、どう変わっていくんでしょうね。スズンとビッグマウスラウドはね、絶縁してましたけどもね、はい、どんな思惑、バックグラウンドを持って乗り込んできたのか。永田裕二、そして村上、相変わらず怖いですね。この白目が怖いですね、はい、そして高山がカウント、場外カウントを数えています。うん、俺が数えるぞと今は渡辺ヒリーですね、はい、さあ鈴木みのると高山義弘ですね。こちらの話になりますと、負けを知らないフリーランスの最強タッグですね、はい、本当この高山とみのるがね、どういうふうに動くかで、また本当に日本マット界の勢力図が一変しますからね。どのリングに今後上がっていくのか、はい、どのタイミングでタッグを組むのか、はい、その気になればね、各団体のタッグベルト総なめできますからね、この2人なら。もちろんその実力があります、はい、踏みつけた踏みつけた。こうした攻撃は村上のお箱なんですけれどもね、はい、あのプライベートでも本当高山と実っていうのは仲がいいですからね。ああ、そのようですね。欠場中も本当に密に連絡を取り合ってたようですね、はい、とにかくその危険な状態から復活。柴田さんとのトークショーもビッグマウスラウドでありましたね、はい、そこで復活を公表してくれましたよね、はい、その公約を守る出場です、はい、ノアマット参戦から改めて怪物ぶりをアピールしています高山。村上もそれに全力で応えなければいけません。蹴り合い、共に蹴りを得意ともしていますね。構えを高くする。ああ、身長高いのはもちろん俺、大きいのは俺と高山。後方に回ります。腕に絡んでいこうとする村上。アームロックになる。しかし上から体重を浴びせる鈴木みのる。この辺のカットの仕方もね、はい、世界一性格が悪い男らしいですよね。そうですね。足、両足をつかむ形になって高山、その肩口にタッチをなしました鈴木みのるです。お腹のあたりに蹴りを見舞う、蹴りを見舞っていきます。そして踏みつける踏みつける。先ほどからですね、柴田さん、はい、村上がお株を奪われているような感じですよね、はい、精神的なダメージも大きいですよね、はい、自分の得意パターンを相手から食らっています。
コーナーで控えている高山、タッチワーク早いですよね、早いですね高山の方がね、はい、このビッグマウスラウドのリングで今日はメインイベント登場、ふさわしい2人です。下から三角締め、これは今早い仕掛けでした、村上今の攻防はね見どころありましたね、はい、2人ともね格闘スタイル完璧にできますからね、マスターしてますからね、鈴木みのるももちろんお手の物、はい、それに対して逆十字に行く、必ずロープエスケープ、鈴木みのる突っ込みますがかわしています。すぐに立ち上がった鈴木みのる、にじり寄ってくる村上、そこから距離を取っていきます鈴木です。こうなってくるとですね、村上と永田の方も、はい、タッグの定石ですね、立ち枠を見せていかないといけません。そうですね、ちょっと今のところね、一人で戦ってるって感じになっちゃってますね、はい、あ今コーナーに行きましたね、鈴木と高山相手にそうやすやすと勝利を手に入れることはできません。拳を押し付ける押し付ける、今思えばね、永田君がキラーのようなね、はい、厳しい表情を最近よく見せるんですけども、村上君とのことがあったのかもしれませんね、はい、そうですね、はい、そうしたここのところの永田裕二という存在をですね、柴田さん、はい、改めてどんな風に見ているんですか。いやもうやっぱりね、新日本プロレスに G1 チャンピオンに IWGP チャンピオンが別にいますけれども、はい、やっぱり新日本を支えているのは永田君でしょうね。そうですか、はい、確実に柱の一人、はい、そして実力者、彼がこうやって彼はいろんなところに、ね、こうやって飛び出していく役割も果たしてきましたからね、今までね、はい、新日本の今後を左右する男ですよね。この新日本とビッグマウスの、ね、動きがどうなっていくのか分かりませんけども、はい、これで一つの糸口は使いましたからね、この流れを作るか、アームブリーカーで痛めつける鈴木の腕に攻撃を加えていきます永田裕二、とにかく豪華メンバーになりましたこのメインイベントタッグマッチです。いやこのタッグマッチの、ね、メンツは本当になかなかのものですね、これはね、はい、まさにこのオールスターと言えそうですね、はい、思えばですね、先ほどの戦いでは柴田対樽がありました、はい、そしてこのメインイベント、おっとチューブラリンの体勢から足に絡んでいく、フロント首への攻撃を切り返していきました鈴木みのるです。そして高山リングイン、本当に高山義弘の復活を待ち望んでいたファンというのも多かったんだなというのをこの声援で分かりますね、はい、セプラトンアームブリーカー、そして大きな体を生かしていきます、投げて売れ、フロントの首への攻撃からバックへ回る、理にかなった攻撃を続けていきます。そして背中に重い蹴り、背中胸板、もう一発胸板、背中何発も何発も叩き込んでいきます。長田これはたまらない、同時に放たれたところ踏みつけ式のこれホールになりますか。まあ2人とも性格悪いですよね、やっぱりこれは。そうですね、数えろ強兵と、そうですね、じゃあこうすればいいのかと、いやこれカウント数えてたら完璧に入ってましたよね、最初から意識が飛んだか、永田危ない、バナレフェリーもちょっとカチンと来てるんですね、これね、はい、今のは本当にゆっくりな感じでした。あの2人での攻撃では、はい、認めないよという、はい、バナレフェリーらしいやり方ですね、はい、入ってない、入っていないという声も聞こえています。入っていない、永田の反撃になります。もちろん打撃は得意、突っ込んだビッグブーツの本家に対してこの前蹴り、2人で払っていきます。攻撃のキレという点では高山を上回るものがありますね、はい、スピードでしょうか、はい、スピ
ピードテクニックはねやっぱりこの2人はね、はい、今チームワークも冴えてますね。そうですね、はい、共にアキレス腱、鈴木がすぐにリングインします。後頭部を肉肉しげに蹴っていく、あの蹴り方も本当にね、はい、まあ、やらしいというかなんというかですね。あ、永田がそろそろ切れますかね。永田君も、怒っていますよ。エルボー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 、舌を出して挑発する鈴木みのる、回転が速くなっています。共にエルボー、そして膝、こちら側は高山がすでにロープに手を伸ばしています。スリーパーホールドの体勢になったグラウンド、村上、もちろんここは村上のホームリング。お前忘れてんだ、お前一番主張をしていかなければいけないのが村上ではないですか。そうなんですね、はい、奇跡の復活から高山義弘、鈴木みのるとのコンビ復活、左の膝、胸板へ。あ、今度は村上の方が踏みつけていくんですけれども、これでいいだろうというところか。早い早い、すぐに腕に絡む、2人で行く、体重をかけて鈴木みのる、これには同じように返しました、はい、もう今永田選手に入っていいぞというね、渡辺凛が、はい、指示してましたけれども、ありましたね、はい、先ほどのお返しをというところでしょうか。あ、やり合ってますね。これくせ者が揃ってますからレフェリーも大変ですわ。はい、そうですね、はい、強烈な個性の持ち主その4人です。いや、強い個性を持っているプロレスラー揃う中、特に濃い4人ですからね、はい、中でも日本マット界で屈指の4人ですから、ね、はい、そうなります。あ、これはさらに屈辱的、踏みつけ踏みつけ、この体勢とロープの使い方などはもう完全コピーと言っていいかもしれませんね、はい、仕掛けられているのは村上です。この攻撃を出さなければいけないのも村上、鼻のあたりたまりません。笑わしてんだよバカ。お、何ですか。お客さんのやじに反応しましたね、笑わしてるんだよと声をかけたんですけれども、罵倒したというところ、投げて馬乗りになる、腕への攻撃、しかしロープになっている、ロープになっています。ここからすんなり離すとは思いませんね、はい、これただポイントポイントはね、本当にあのレベルの高い攻防やってるんですよね、はい、ロープブレイクしているんですけれども、高山場外エプロンサイド、顔面をかきむしる。ここまでの攻防ではですね、柴田さん、はい、村上が思うように戦えていないんじゃないでしょうか。ちょっと ターゲットされちゃってますね、はい、原因というのは一つやっぱりそのタッチワークの差にありそうです。あ、さっきからこの高山実チームのコーナーでね、はい、半分の三角形で戦ってますよね、はい、青コーナーですか、そしてここで突っ込んでくるボコリという音。いや、今胸板よりちょっと下溝落ちのあたりですか、はい、狙ってるんでしょうね、はい、えぐい攻撃にたまらずリングイン、こちらは永田ですけれども引き寄せていきます、引き寄せていく、引っ張り合いになった、引っ張り合い、まあ、高山も来ましたが2対1綱引き状態になっています。これはたまらないのは村上です。思うように分断できません。赤コーナーグラウンドの粘っこい攻防、鈴木みのる、辛い時間が続きます。村上、そこに蹴りを見舞っていく鈴木みのる。あ、永田への蹴りがありますけれども、ああ、ここで村上、
蘇生しました。今も最後にですね、頭を一発やるところが、はい、村上君も負けてませんよね。意地があります。ここからフロント首回りへ押し返していこうとしているのは鈴木みのるか。チョークギリギリのところなんですけれども、タックルの形になる。やられながらもしっかり自分のコーナーに、ね、押し込んでいきましたからね、はい、いやそしてビッグブーツだ。これが見たかった。エルボーの打ち合い、いやその頭部への攻撃、飛び込むも一撃、永田にもこれがある。共に得意の攻撃を放ち合っていきます。復活を自ら祝福するかのようなバックドロップはカウント2です。カウント2、やっぱり高いですからね、はい、破壊力がありますね。一度ためを作るような形ですね、はい、そこからマットへ後頭部を叩きつけていく高山特有のバックドロップ。さらにいったいった膝、これは永田がかわしてこう打つんだとばかり。相手のもものあたりをステップにしましたか今、はい、大きな大きな高山にはこの戦い方は有効か。エクスプロイラーに行こうとしましたけれども、ローキック、スピードと切れ味で勝負は永田裕二、パワーでは高山、切り返して延髄、永田がベースを握った。エクスプロイダー、カバーはどうだ、カウント2、まだカウント2つです。さあ消耗戦のような形にもなってきたんじゃないでしょうか、はい、もうこれはねお互いに一体になってきましたね、はい、鈴木が強烈な蹴り。ただやっぱりチームとしてはあれですね、ミノルと高山チームの方はね随所ですね、はい、この膝、まあ、村上選手が、ね、そろそろね回復してると思いますんでね、はい、いや唾を吐きかけながら鈴木ミノル本当にさまざまなリングでの戦いを、まあ、修羅場くぐってますからね、展開しています。おっと今ですね飛び上がって蹴りを見舞うかなと思いきや、張り手からショルダースルー、そしてこのポーズ、何に行く何に行く、スリーパーを狙っていました。柴田さんこれは危険ですが切り返した、バックドロップ。今の表情見ましたか。今のでもやられたというのはあると思いますね、今のバックドロップはね。そして村上リングイン、パンチ攻撃、拳を叩きつけていく、ワンツースリーから投げ、柔道仕込み、そして腕殺しは、これは永田も得意なところなんですね。ダブルでいきましたね、はい、共に見てください、白目を向いている永田、村上も同様か。厳しくなりました鈴木高山、キラー永田ですね、出ましたね、はい、出ました出ました、永田裕二、いや一瞬何者か乗り移ったかのような表情を見せます永田です。左のフックストレートか、もう一発蹴りをかわした張り手は鈴木、そしてフロント、レフリーの見えない角度で完全にもうチョークに入っていますけれども、入ってますよねこれはね、はい、永田が大踏み台にして飛び込んでいった。今のはうまかったですね、シャイニングウィザードのようになりましたか、はい、村上に張り手、しっかりせえということでしょう。激を飛ばした形になった永田、投げにはいけない、ジャーマン、エベレスト級のジャーマン、そこに対してフックを放っていきます、パンチ、もう一発カーストカースト、スリーパーになった、逆落とし、ここに来て出してきました、危ない危ない、柴田さん入ってますか。入ってますね、落ちたか落ちたか、村上耐えなければいけない、落ちてます落ちてます、ホームリングで、いやーこれは失神となったようです。
18分55秒、スリーパーホールド。永田裕二、ようこそいらっしゃいました。なんだよ、足くらいできねえのか、スポーツマンだろ。相変わらず性格が悪いな。おい村上、それから上井のおっさん、弱すぎて相手になるね。もっと増えろよ、なあ、バカ社長。おっと、これは階段ですね、リングに上がる際のやりたい放題ですね。屈辱的なセリフの後、鈴木みのる、まだ暴れ足りないのか。いやー、ちょっと汚い言葉がありましたけれども、永田がマイクを取ります。もう花道にいる高山、鈴木、リングを後にする。さあ聞いてみましょう、永田からは何がありますか。永田ありがとうという声を受けて、珍しいですね、これは。そうですね、こちらこそどうもありがとう。このリングにいろいろあったけど、このリングに帰ってきて俺は幸せです。村上、潰すなよこのリング、潰すなよ。高山、鈴木、いつでもやってやる。なんなら新日本でもいいよ、このリングでもいいよ。ここがいいのか、半分新日本、よろしく。どうもありがとう。という永田のマイクがありましたが、今後共闘なのか、いや対抗戦となるのか、新日本とビッグマウスラウド。